乙女の帝国。そんなに焦んなくても発表まで1週間あるんだからさ。どうせギリになって押し付けるくせに、三好と発表ペアなんてこっちが迷惑だわ。原告のレポートなんてフィーリングで大丈夫だって。そうだ、綾乃知ってる？もう何よ。壁ドンってあるじゃん。あれって実際やられると予想以上に照れるって知ってた？はあ、もう何言って。いやマジで。やだちょっと。ねえ、これ結構照れるの。ウケる。っていうか、なんでそれを知ってるのって話よね。小野田さんにやったらショックで三つ編みが爆発するよね。だから誰とやったのってば。え、部活のメンバーと遊んでて。なんだ、そんなことだろうと思った。じゃあ次私。いいよ、やだ。なんでよ。やるよりやられる方が全然恥ずいんだもん。なんか苦手なの。じゃあ5秒だけ。やだもう。5秒とか長いよ。もうおしまい。まだ5秒経ってないってば。3秒ぐらいだもん。はぁ、何それ、嘘ばっか。よーん。遅いって。三好ってさ、意外とこういうの弱いわよね。うっさいな。うっさい、うっさい。三好かわいい。頭あっつ、照れすぎ。勉強したから知恵熱だよ。三好的にはさ、今何が恥ずかしいの？何って、だって綾乃が近いから。いやだ、なんか超可愛いし。三好顔もう真っ赤になってるわよ。もうそういうこと言うなって。バーカ、見せるもんか。だってほら、耳まで超赤いけど。いやちょっと、誰かここに変態がいます。三好、何エロい声出してんの？違うし、耳触るから動揺したの。嘘ばっか。っていうか顔のガードが鉄壁すぎるわよ。当然だろ。なんで？顔見せてよ。やだ、絶対やだ。いやー、ケッチ。もうさ、こんなの将来誰かにマジで壁ドンされた時、私はきっと綾乃を思い出すんだね。そしたら私はきっと笑っちゃうんだ。そうかもね。ああ、なんだよ、チューしたな。何が？してないわよ。嘘つけ、今のはチューだ。してないってば。指を2本それっぽく当てただけよ。え、嘘、マジ？わかんなかった。すげえ、もう一回やって。違うじゃん。違わないってば、バカね。なんだと？絶対違うもんね。乙女の帝国。お邪魔します。どうぞ。お腹空いたね。何か探してくるから。シリアルしかないわ。二人がいないとわからない。さすがにシリアルじゃな。なんか買ってくればよかったな。ああそうだわ、こういう時こそほのかにあれを食べさせてあげたい。朝にね、エドが作ってくれたの。フライパンに食パンを真ん中くり抜いておいて、そこに卵とチーズとハムを乗っけて、さっきのパンで蓋をして焼いて、ケチャップかけて食べるの。え、待って、なんかそれくっそうまそうじゃん。私が作るしかないわね。ちょっと待て、エリは料理できるのか？できない。やけにハキハキと答えるんじゃねえよ。じゃあ私が作ろうか。聞く限り超簡単だし。すっごい、ほ
のかはできる人なの？ダメな姉を持つと大抵のことはできるようになるんだよ。でも人んちのキッチンだからな。エドさんそういうの気にしそうじゃん。ほのかはもう家族だから平気よ。そうすか。よいしょっと。まあ、うちのキッチンでほのかがエプロン。制服エプロンって漫画っぽいよね。ジャンプ系主人公の幼馴染感すげえわ。じゃあほのかはビームぐらい出せるわね。あと変形も。それどんな幼馴染だよ。パンは？パンの声やめろって。卵を落とし、チーズとハムを乗せ、パンで蓋をする。すっごいすっごい。ほのかもうできた？もうちょっと焼き目ついた方がうまいと思うよ。もういい？待てって。エリ、うまくなくてもうまいって泣けよ。ケチャップは私がかけます。出たよハート。いただきます。 May the force be with you。 うん、うん、おいしい。あっそう。あーうん、なんかいい感じにジャンクだな。これベーコンでもいいかもな。ふん。なんだか不思議だわ。ほのかとテーブルで食事するのは初めてなのに、ずっとこうだった気がするの。私なんだかとっても幸せだわ。こんなんで胃袋つかまれちゃって安いな、エリ。だからすぐ終わるって。あっち行ってろよ。ごめんね。でもイアンがエドによくこうしてるの。大切な人の洗い物を邪魔するのって幸せね。その表現はどうかと思うぞ。でも本当よ。ああもうやめろって。もうしない。あ、おま、しないっつった。ちょ、エリー、胸当たるとこだった。ギリ当たってなかったわな。当たったわよ。今日は最高の日だわ。ほのかの料理もキスも美味しくいただいちゃった。待て、そのおっさんくさい日本語は感化できない。乙女の帝国。の部活終了かな。知恵、お待たせ。お疲れ様。じゃーん。はい、あーちゃん。あー、すげえ、超可愛いじゃん。ほんま？嬉しい。マジで感動だよ。これ時間かかっただろう。ごめん、あーちゃん。なんだよ。あんな、さっき一瞬袋の中身見えてもうて。今日あーちゃんが後輩の子たちからチョコもらうんは当然やし、大丈夫やって思っててんけど、見てしまったらちょっとドキドキして。いや、でもこれはただの友チョコだしさ。わかってる、私ってほんまに子供やわ。学校に置いてこようとも思ったんだけど、それもさ。いや、でも私が下手打ったよ、ごめん。うんうん、私こそごめんな。じゃあ知恵、逆にこれ見てみる？え？はぁ、めっちゃある、すごっ。うん、みんなすげーよな。かわいいな、全部めっちゃ素敵やな。みんながあーちゃんを好きでいてくれるんやね、すごい。それは大げさだよ。女子だったら
みんな誰かに作るだろ。それが楽しいんだからさ。それでもさ、こんなにたくさんの中から私はあーちゃんに選んでもらったんやもん。めっちゃ光栄やわ。違うよ、知恵。私が選んだんじゃない。知恵が私を見つけてくれたんだろ。知恵といるとさ、私はすごく自由な気持ちでいられるんだ。知恵のことを考えるだけで安心するし、楽しくなるし、ドキドキだってするんだよ。だから…これを作ってる間、私すごく幸せだった。生まれて初めて作ったよ。下手なんだけどさ。あーちゃん…つうか、あれ？ちょっと待って、チョコ渡すのってめっちゃはずいじゃん。やばい。でも…この熱いのが好きってことなんだな。なんか私、あーちゃんめっちゃ好きやねん。私もだよ。こんなバレンタインバチの当たりそうやわ。いいんだよ、バレンタインなんだから。おはよう。あー、知恵いた。ねえ知恵、昨日あーちゃんとデートしたんでしょ。なんかいいことあった？ないってアホやな。うわー、隠しきれてない。っていうか隠す気ないでしょ。教室から三好と綾乃の黄色い声が聞こえる。なんか入りたくね。あー、ここええな、素敵。うん、間もなく乙女谷に到着いたします。水着で入れる温泉ってええよな。私水着どこしまってたっけな。レンタルのやつってさ。ううん、別に。そういえばさ、知恵のバレンタインチョコ昨日ついに食い終わっちゃった。どんだけチビチビ食べてたのよ。だってさ、大事に食わないとなくなっちゃうじゃん。なくなったらいつでも作ってあげるって。月夜持ってきてあげる。マジでありがとう。乙女谷。ほな、あーちゃんも気をつけて。うん。おりぎわにそんなん、ずるいわ、ずるいわ。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしくね。